皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。この動画は理科の観察や実験についてテストに出やすい問題、これを予想してどう答えたらいいかというのを説明する動画です。今回は中学2年生の理科、酸化銅を炭素で還元する実験、これについてお話しします。この還元というのは酸素と結びついている物質、酸化物ですね、これから酸素を取ってしまう、ね、こういう変化のことです。酸化銅と炭素の混合物を試験管に入れて加熱しました。この時発生した気体を石灰質に通すと石灰質が白く濁った、こうあります。こちらの試験管の中にこれ酸化銅と炭素の混合物を入れて、こちらでバーナーで加熱しています。そして発生した気体はこのガラス管、ゴム管、ガラス管を取って、この石灰水の入っている試験管の中に出てきます、ね、このような装置ですね。ではどんな問題が出るんでしょうか。1番、この実験で発生した気体は何かと。この発生した気体、石灰水、これを白く濁らせています。ね、石灰水が白く濁ったということは、この気体は二酸化炭素ということがわかるんですね。答えは二酸化炭素です。2番です。加熱後試験管内に残った赤い物質は何かと。この試験管の中には酸化銅と炭素の混合物が入っていました。この酸化銅から酸素が取れて、ここには銅が残るんですね。この赤い物質、これは銅です。2番の答えは銅ということになります。3番、バーナーの火を消す前に何をしなくてはいけないかと、こういう質問です。これバーナーの火を消す前に、こちらのガラス管を石灰水の中から出しておきます。なぜかというと、先に火を消してしまうとこの試験管の中の気圧が下がって、この石灰水がこちらに逆流してしまうからです。ですから答えはガラス管を石灰水の中から出す、こういうことになりますね。4番、この実験で還元された物質は何かと。つまり酸素を取られちゃった物質は何かと。もともと酸素とついているくっついている物質は酸化銅ですから、酸化銅が酸素を取られた、還元された物質は酸化銅ということになります。5番、この実験で酸化された物質は何かと、ね、この酸化銅から取れた酸素、何かとくっついたんですね。そうです、炭素とくっついたんですね。ですから炭素は逆に酸化されたということになります。ですから5番の答え、これは炭素、こうなります。6番です。この実験で起きた化学変化を化学反応式で表せと。これも覚えちゃってください。2CuO プラス C 矢印 2Cu プラス CO2 と、こうなります、ね、酸化銅と炭素、これが化学反応をして銅と二酸化炭素、このように分かれた、これが答えということになります。今回は酸化銅を炭素で還元する実験についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。